皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今日はね、幾分天気は良かったんですけどね、空気がね冷たかったですね。昨日はちょっと急遽ですね、お友達、まあ音楽のね、先輩にですね誘われて、ちょっとね、おしゃれな美味しい焼肉をいただいてきました。ということでお休みしたんですけど、今日からまたね、行ってみたいと思います。はい、それでは季節はですね、あっという間に春っていうことで、今の時期、ちょうど高校生とかの卒業式シーズンなのかなと思うんですけども、そんな、卒業されて、大事な友達とかの別れ、そして人生の岐路に立つわけなんですけども、そんな、時期にですね、合う曲を、歌いたいと思います。ちょっとですね、今日も実はですね、仕事が遅くなってしまってですね、あまり時間がないので、ちょっとワンコーラスだけなんですけども、歌ってみたいと思います。もしよかったらですね、尾崎豊さんが歌ったらっていうバージョンも、動画で出してますので、もしよかったら見てください。はい、それでは行ってみましょう。今日の一曲、アンジェラ・アキさんで手紙、背景15の君へ。背景この手紙読んでいるあなたは、どこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて、苦しい中で今を生きている、今を生きている。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、タイムリミットがあってですね、ちょっとワンコーラスだけなんですけども、本当にね、今卒業される、その小学校中学校までに作ってきた、たくさんの思い出をですね思い出しながら聞くとね、もう本当にジーンとくる、そんな歌なんじゃないかなと思います。そして、その15歳の、君へと未来の自分からの、手紙っていうことなんですけども、でもそういうふうにね、こう未来から自分に向けた手紙っていうのはもうこの時期だけじゃなくて、常にね、そういうふうな、感覚で生きてたら、充実した人生を歩めるんじゃないかなと、感じている昨今です。はい、ありがとうございます。それでは一昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、おとといはですね、嵐のラブソースイート歌いましたけども、篠さんいつもありがとうございます。こんばんは、寒い一日でしたね。そうでしたね。スピッツの曲は好きだけど、正宗くんの声がってわかる気がする。
ね、確かに分かる気はするんですよね。本当に、あのなんかこうスーッと入ってくる徳永さんに似たような雰囲気もあるんですけどね、なんかちょっと苦手っていう人も中にはね多いですよね。まあ僕は嫌いじゃないですけどね。はい、ありがとうございます。藤野達頼さん、いつもありがとうございます。こんばんは。一日中雨で洗濯物は2日間干しっぱなしです。大丈夫ですか？雑巾臭くなっちゃうんじゃないですか？嵐は今でもなんか新しいグループという感覚ですね。そうですね、まあ僕らの世代からしてみるとそうだと思いますね。マッチや光源氏、男組、あと忍者っていう、なぜか美空ひばりさんのカバーばっかり歌っていたグループもいました。そうですね、懐かしいです、忍者。それそれそれ、お祭りだですよね。そんな世代からしてみると嵐は若いイメージがありますが、もうおじさんなんですよね。 TOKIO も同じくね、もう TOKIO ぐらいからなんか若いイメージですよね。光源氏が全盛期だった頃だったと思いますが、マッチの愚か者よが、強烈に頭に残っています。亡くなったばっかりの母親の遺骨が盗まれて、紅白で涙を浮かべながら歌っていたのを覚えています。 ありましたね。ぜひぜひリクエストお願いしますね。ぜひ、あの確か愚か者よどっかで歌ってたと思うんですけど、尾崎バージョンでも歌ってますので、もしよかったら、聞いてみてください。あのブルーハーツのね、マーシーが作った曲なんですよね、この曲ってね。それ知らなかったんですよね。はい、そうやって聞くとね、なんかああそうなんだっていう感じですけどね。はい、ありがとうございます。はい、リクエストありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、もう週末ということで、あさってはですね、平塚にあります競輪場、平塚競輪場でですね、T2 ブレスで、ちょっとイベントでね歌わせていただく、感じになります。まあ、そのためのね準備もね、ちょっとしっかりやっていかなきゃっていう感じなんですけど、はい、週末、暖かくなって、春っぽくなってくるのかなと、思うんですけども、皆さんはどういう週末を迎えるんでしょうか。ぜひ皆さんの週末が素敵な週末でありますように。それではまた明日。